ルノー・ドシャキオンは、フランスの騎士。1147年に、第2回十字軍に参加し、1153年に、アンティオキア公国のコンスタンス・女皇と結婚し、アンティオキア公となる。ヒッティーンの戦いで捕らえられ、サラー・フッティーン自ら彼を処刑したと言われる。対イ,イスラム強硬派であることに加えて、敵に対しては容赦なく、略奪の限りを尽くしたために、高等騎士として、 悪名高く、キリスト教恩恵派や、東ローマ帝国関係者、イスラム教頭ーノから忌み嫌われた存在だった。ルノーは、シャンパーニュの中流の貴族シャティオン家に生まれた。彼の一族には、第一回十字軍の呼びかけを行った教皇、ウルバノス二世がいる。武装巡礼として、中東を訪れて、エルサレム王ダーーン三世に主刊し、1147年に、 第2回十字軍に参加した。ルノーは全部をなくしていたアンティオキア公国のコンスタンスと1153年に結婚してアンティオキア公となる。両家の出身で軍事経験があり、国政に関与しない取り巻きを持たないルノーの向こう入りは当初アンティオキア側から歓迎された。しかし強引な手法はアンティオキアの家臣から不満を持たれアレッポを支配する。 残ンやサからも剣をされた。アンティオキア公となったルノーは1156年に東ローマ帝国の支配下にあるキプロス島での略奪を企て、アンティオキア総大司教エムリードリモージュに軍備の負担を要求した。要求を拒んだエムリーを監禁して拷問にかけた末に軍備を獲得し、1156年春にルノーの部隊がキプロス島を襲撃した。 田畑と建物は破壊され、島の住民は暴行、誘拐、あるいは殺害された。さらにルノーは、島の正教会の聖職者をすべて集めて、彼らの花を削ぎ落とし、コンスタンティノープルに送り返した。1157年に、ボードアン3世の支援を受けて、アルター要塞を奪回したが、東ローマ帝国とザンギーアサから圧力を受ける。 東ローマとの友好関係の確立を図るボードアン3世の説得を受け、ルノーは東ローマに屈服する。また、1157年から1160年にかけての時期には君主のヌールッティーンが病にかかったザンギー長の拡大が停滞し、ルノーはこの機会に乗じて領地を拡大する。1160年、61年にルノーはヌールッティーンの捕虜となり、 15年間アレッポに遊兵される。1176年に多額の身の代金で解放された後、エルサレム王国に現れたルノーは、エティエネット・ド・ミリーと結婚してその所領であった、ヨルダン川東岸のカラクの城を手に入れ、カラクを拠点とするトランスヨルダン領の領主となった。エルサレム王の軍の指揮官ともなったルノーは、ボードアン4世が1177年に、 サラーフッティーンを破ったモンジザールの戦いに参加した。その後、ルノーはボードゥアン4世とサラーフッティーンの間に和平が結ばれたにもかかわらず、1181年にメディナを襲う姿勢を見せた。新軍中に牽制を受けて退却したが、大将から20万枚の金貨を略奪し、ボードゥアン4世の返還命令を拒絶した。1182年冬。 1183年1月にメッカメティナに向けて進軍し、公開貿易を掌握するために艦隊を出動させる。しかし、ルノーの艦隊はアイザーブ沖でエジプト軍に撃破され、生き残った170人の捕虜はカイロで処刑された。これに起こったサラーフッティーンは、1183年にカラク城で行われていたルノーの義理の息子であるオンフロワとエルサレム王女。 イザベルとの結婚式を襲撃した。カラクはサラーフッティーンの弟アルイコールアーディルの包囲を受けたが、天然の要害であるカラクは1ヶ月を超える包囲に持ちこたえた。1184年7月にカラクはサラディン、アーディルによって再び包囲を受けたが、援軍の到着によって窮地を脱した。エルサレムオーボードアン4世の救援でカラク城は救われたものの、 立場が弱くなったルノーは、ギード・リュジニャンと連携し、トリポリ・ハクレーモン三世と対抗した。1187年に、ルノーは、イスラム教徒の商人への襲撃を再開し、多くの捕虜をカラクに連行する。サラー・フッティーンは、ルノーの行為を非難し、捕虜の釈放と戦利品の返還を要求したが、ルノーは、死者との面会を拒絶した。 1187年3月にジハードを宣告したサラーフッティーンがパレスチナに侵軍した後、ルノーはギー・レーモンらと合流する。7月4日のヒッティーンの戦いでギーが率いる十字軍は大敗し、ルノーはギーと共に囚われた。ルノーとギーはサラーフッティーンの前に引き出され、ギーは生命の安全を保障されたが、ルノーは 以前からの数々の配信行為を非難された後、サラーフッティーンの手によって断取された。ありがとうございます。